数ある歴史の中の出来事のうち、心を揺さぶり語り継ぎたくなる記憶は後に伝説となります。選手権20年連続20回出場、過去優勝6回、準優勝ベスト4ともに3回、初戦敗退ゼロ、通算65勝13敗と今も驚異的な強さで伝説を作り続ける長崎県立国見高校。そして選手権の出場資格を得て10年で2回目の出場ながら、これから伝説を作っていこうを合言葉に、初の初戦突破から2連勝の大阪朝鮮高級学校。伝説を作り続けるチームとこれから作ろうとするチームが戦う第84回全国高校サッカー選手権大会3回戦です。解説は元日本代表フォワードの高木拓也さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今大阪朝鮮のキックオフで前半の40分が始まりました。第84回全国高校サッカー選手権大会3回戦、左から右に攻めます黄色と青のユニフォームが長崎58校の代表県立国見高校、一方右から左に攻める白のユニフォームが大阪222校の代表大阪朝鮮高級学校です。さあ高木さん、優勝を実現可能な目標に掲げることのできる王者国見と、10年以上前までは選手権に出ること自体が遠い夢だった大阪朝鮮の対戦なんですが、はい、今日はどんなところに注目されてますか？やっぱり今日はですね、両チームと言えることですけども、はい、やっぱり風がね非常に強いですから、はいはい、それを意識したプレーを少ししなくてはいけないと思いますね。ただその風をうまく利用するっていう意味ではシュートっていうのは必ず必要だと思いますね。遠目からでもいいと思いますし、はい、非常にこうまずはその風を利用した、攻撃サッカーを少し意識しなくてはいけないと思いますね。なるほど。そして両チームともお互いピッチを広く大きく使う攻撃的なサッカーという共通点がありますよね。そうですね。ですから特に長いボールが入った時にはセカンドボールっていうのも意識してやらなければ、ね、いけないと思いますね。さあご覧の風です。リャンテウンから浮いたボール、キムテリョンが競る、これを国見がクリアしようとしていますが、長いボールを入れてきますが、これだけ戻されます。おっとキーパー出てきた、キーパーと接触した、今ファウルがありました。今倒れています、大阪朝鮮の選手が一人倒れている。今かなりボールが戻ったんで狙いに行きましたね。そうですね。ご覧いただきましょう。通常であればですね、完全にキーパーボール、余裕で本当にキーパーボールですけども、そうなんですね、風が影響しましたね。なんかびっくりするくらい戻りましたね、はい、今倒れているのは24番の張四時のようです。今日の市原市の気象状況なんですが、天候は晴れ、気温7度、午後2時現在北西の風 10.3 メートルということで、これはかなり強い風ですね。ありますね、かなりね。今高いロングボールだったために、ちょっと担架で運び出されそうです。ご覧の風なんですが、押し戻されて、これならいけると踏んだ24番張四時がキーパーの前に飛び込んでいきました。今頭を押さえています。立ち上がることができませんでした。大丈夫でしょうか。ちょっと心配な大阪朝鮮、ワントップの24番張四時、2年生です。スピードのある選手。さあ風上からロングボールを入れてくるのは国見高校です。ここのボール、また大阪朝鮮が先に触って裏へ出そうとしていますが、これは前線へ大きくフィードします。ああ、これが伸びてくる、ディフェンスラインの裏に出る、国見高校チャンスだ。これはゴールラインを割りました。過去の選手権を遡りますと、長崎のチームと大阪のチームが対戦したのは過去2回、いずれも大阪のチームが勝利しています。前回は7年前の77回大会、国見と大阪の金光第一が対戦し、2対0で国見が敗れています。さあ3回目の大阪対長崎、どちらが勝つんでしょうか。そして大阪朝鮮の24番張四時選手はピッチに戻りました。まもなく前半の3分が経過しています。ここまで両チームまだ得点がありません。タッチを割りました。こちらは国見高校の5番江島です。ディフェンダーの1人、こちら先ほど倒れていてピッチに戻りました。24番、ディフェンダーのスタミナを奪う2年生張四時、ワントップです。ではここで国見高校のスターティングイレブンからご紹介してまいりましょう。今国見高校が守ろうとしています。黄色と青のユニフォームです。ゴールキーパーが1番の町田、181センチあります。さあ大阪朝鮮がここは倒れましたが、ファウルはありません。ディフェンダー13番山村和也、1年生、そして5番江島、4番渡辺美月、3番浦田が守ります。ミッドフィルダー8番キャプテン中川にご注目ください。右サイドのドリブラー、さあ大きく浮いたボール、24番張四時、その後ろから、これは打てない。もう一度これは国見がクリアしますが、長いボールを蹴ってくるか、グランダーで回してくる大阪朝鮮です。白いユニフォーム5番の木見坂、
左からパクチェソンがボールを入れる。もう一度長いボールを入れてくる。キムテホン前で競りますが、これは国見がクリア。まだクリアしきれていない。国見高校前を向けるか。さあ大阪挑戦、またチャンスになった。超四次、超四次、超四次持っていく、超四次持っていく、どうだ。枠には飛ばなかったが、まだタッチラインを割っていない、ゴールラインを割っていない。ご覧のようになかなか今日クリアボールもまだちょっと小さいか。逆に長崎国見が大きく攻めてきました。ゴール前チャンスの中、ヘッドで流そうとした、触ることはできませんでした。長いボールは一気に伸びてきますね。そうですね、国見高校あの両チームとも本当に風の影響が出てますよね。そうですね、このボールは戻されます。逆に左から右に攻める国見高校はボールが一気に伸びてきます。紹介を続けましょう。8番中川キャプテンはご注目ください。右サイドの高速ドリブラーです。10番田中伸也がトップ下、19番日野が攻守に忙しくなりそうです。7番田川が左サイド、11番田中は俊足です。そして14番ヘディングの強い184センチ中筋、この選手のヘディングにご注目いただきたいと思います。こちらは今攻めていった10番の田中伸也です。そしてこちらが184センチの中筋誠です。さあ両チームのベンチのところにはそれぞれリポーターがついているんですが、試合前にはどんな指示が出ていたんでしょうか。早速伝えてもらいましょう。国見高校のベンチリポートは長崎国際テレビの榎本俊幸アナウンサーです。はい、国見ベンチです。小峰総監督は大阪挑戦の印象として、激しいプレス、サイド攻撃を含め自分たちがやろうとしているサッカーパターンを徹底している印象がある、手強いだろうと話していました。うちは得点力がある選手がいないので、チームとして戦わなければならない。昨日はその力が出せなかった。中盤でのプレス、ロングボールとサイド攻撃、フィニッシャーは昨日1得点、スピードの田中正和、ヘリングは武器の長身フォワード中筋らに合わせる形、昨日以上のらしいサッカーを目指す今日の国見高校です。その国見の総監督は小峰忠俊さん60歳、言わずと知れた日本高校サッカー界の名将です。母校県立島原商業と現在の国見高校を合わせて32回選手権へ導きましたが、今年が教員としては最後の年になります。そして小峰総監督をサポートするのが池田良二監督52歳、英語の教員です。この2人の体制で指導しています国見高校です。蹴るのは大阪挑戦です。長いボールちょっと戻されます。今立ち上がりの6分が経過していますが、どうですかこの立ち上がり、ご覧になっていて。中盤ではですね、やっぱりどうしても激しい潰し合いをしてますよね。なるほど。ですが一つ、ポイントになるのは少しやっぱ長いボールでしょうね、はい、両チームともですね。今風が強いんですが、どちらに有利というのはありそうですか。いやなさそうですね。そうですか、はい、さあ8番この選手が注目、中川高速ドリブラー。さあ1人抜いてくる、うっとこれはゴールラインを割ってしまいました。この選手が中川です。小峰総監督からは瞬間瞬間でプレースタイルを変えろと言われたのが一番印象に残った言葉だということです。一番手前側に座っている方が小峰総監督、そして2人を置いて眼鏡をかけている方が池田良二監督です。さあゴールキックになりますが、風でちょっとボールが動きます。もう一度プレースをし直して、大阪挑戦のキーパー白寛明がゴールキックを蹴ります。では右から左に攻める白いユニフォーム大阪挑戦のスターティングイレブンをご紹介しましょう。ゴールキーパーは12番のパク・カンミョン、178センチあります。4-5-1のシステム。さあ国見が右サイドちょっと攻めています。8番の中川、この選手が抜くことができるグラウンダーのポーズボール。さあここから一旦下げて、5番の江島からファーサイドに上げる。ここはどうだ、ヘディング。今のは国見高校1本目のシュートになりました。そしてコーナーキック、競っていたのは14番の中筋でした。ここいかがでしたか。やっぱり右サイドのですね、中川君は一つ攻撃の起点になるんですよね。やっぱりボールを持った時に周りの選手がサポート、その中でクロスを上げていくっていうね、いいリズムを作ったと思いますね。さあそして1本目のコーナーキック、先制のチャンスを迎えています国見高校。前半の8分を経過。さあどこに出してくるのか。14番中筋をファーサイド、逃げるような石、そのファーサイド中筋はしかし風でやっぱり流れましたか。 今のもね少し流されましたね。ちょっとこの風をつかみきるにはもう少し時間がかかりそうな両チームです。では大阪挑戦のメンバーの紹介を続けたいと思います。大阪挑戦は 4-5-1 のシステム、ディフェンダーに2番左サイドのキックにご注目ください。パクチェソン左サイドバックです。そして中央を3番シムと4番キャプテンアンが守ります。右サイドバックが5番のキムユサ、
ミッドフィルダー、6番攻守の要がキム・テホン、8番右のサイドにキム・テリョン、ボランチに13番キム・チュンファ、左に14番リャン・テウン、トップ下に19番リャン・ジョンソン、そしてワントップがシュートを打ってった、国見高校のシュートでした。これは2本目のシュート、キーパーのパッカンミョンが抑えました。そして大阪朝鮮のワントップが試合の始まった直後に一旦倒れるシーンがありました。張四時2年生、1回戦では決勝点を挙げている選手です。さあその大阪朝鮮なんですけれども、こちらには試合前どんな指示が出ていたんでしょうか。地元読売テレビの野村明大アナウンサーです。はい、大阪朝鮮いよいよ国見との対戦ということでね、カン監督が昨日少し足を痛めました、5番のキム・ユサ選手に、今日休むかと冗談で聞いたところ、何を言い出すんだとんでもないという表情で見返していたそうですねもちろん今日も元気に出場しています、はい、でこの風なんですが、カン監督曰く昨日の雨とか風とか悪い気象条件になると選手たちが燃え寄るんですわなんて話してましたんでね、今日も期待できそうですね。さあその白いユニフォーム大阪朝鮮ですが、立ち上がり5分以降からちょっと攻められる場面が続いています。大阪朝鮮の監督は OB でもある菅民志さん35歳、監督1年目にして母校大阪朝鮮を選手権初勝利、そして2連勝にまで導きました。右サイドをえぐってくるのは国見ですが、ゴールラインを割ります。勝利を重ねるたびに教え子ですとか13年ぶりに大学の同級生から祝福の電話が鳴るなど、みんなが気にかけていてくれたことがとてもとても嬉しかったそうです。卒業してからもどんなチームに入っても順応できるようサッカーのいろいろな知識を教えることを指導方針としています。菅民志監督35歳です。さあ長いボールを入れてきます。前半の10分が経過しました。国見対大阪朝鮮は今のところ両チーム得点がありません。さあファブルがあって国見高校のフリーキック、ここは追い風です。早いリスタート、8番の中川を使います。さあ中川から右サイド一旦収めて、ここが相手ディフェンダーに当ててコーナーキックを勝ち取りました。こちらが8番高速ドリブラーのキャプテン中川です。コーナーキックはこれが前半2本目になります。国見高校です。さあ先ほどは風でちょっとゴールラインを割るようなキックになったんですが、今回はどうでしょうか。蹴るのは中川、右足です。キーパーから離れる方向に行くのか、そしてもう戻されるのか。低いボール、ヘッドで流す、ヘッドでクリアしようとしているが、国見高校もう一回ボールを長く入れてきた。キーパー出る、パッカンミョン、パッカンミョンが取りました。178センチ、守護神が守りました。ここは副審の旗が上がっています。オフサイドです。徳光さん、はい、ピッチサイドなんですが風は思った以上に強いですね。今風上に立っているのが国見高校、風下に立っているのが大阪朝鮮なんですが、はい、大阪朝鮮のゴールキックがなかなかファーフェラインを超えないぐらい強いですね。あ、そうですね。逆に国見のキックは楽々とセンターサークルの向こう側まで飛んでいくと、これを使って国見総監督、早いロングボールを送り出せという指示が出ています。まあ、これは得意のパターンとも言えますよね、国見の場合はね。まあ、一つは自分たちの形ですからね、それをまあより風を使ってうまく攻めていこうというね。逆に大阪朝鮮は守りで注意しなければいけないところはありますか。やっぱりあのディフェンスラインとゴールキーパーとの連携だと思いますね。あ、なるほど。ボールが伸びてきますからね、はい、その辺で誰がディフェンスが行くのか、それともゴールキーパーが行くのか、その辺ですよね。判断をしっかりしなくてはいけないですね。さあそして今度は白いユニフォーム大阪朝鮮のフリーキックです。ゴール前、前半まもなく13分になろうとしています。逆に今度は風下の大阪朝鮮の先制のチャンスです。ただここはかなり押し戻される強い風が吹いています。2時現在の気象状況でも10メートル以上の風。さあここはどこを狙ってくるんでしょうか。ご覧の風です。考え方によってはですね、はい、ボールは曲がりますからね。お、なるほど、今左足の非常に正確なパクチェソンがボールをプレースしましたが、ボールを蹴る位置には3人選手がいます。パクチェソン2番が蹴るなら左足です。さあどんなボールを蹴ってくるのか。お、2人立っている。どちらが蹴るのか。パクチェソンだ。キーパーの正面、あえて安全策で一旦下に叩き落として取りました。キーパーの町田、181センチ、コーチングの素晴らしい選手、そして昨日の2回戦では PK を止めまして勝利に貢献しています。さあ今前半の13分が経過しました。両チームともチャンスを迎えているんですが、さあ応援席の方はどうでしょうか。今盛り上がる応援席の様子を聞いてみたいと思います。まずは黄色と青のユニフォーム国見高校の応援席、こちらの応援席はテレビ新州の飛田敦史アナウンサーです。はい、
国見高校の応援席です。150人の応援団が陣取っています。そして試合前から大声援、応援も非常に盛り上がっています。今回はですね、この応援席に小峰魂と書かれた横断幕、今年から、飾られているということです。はっきり見えますよ。はい、魂の入った応援が続いています。国見高校は昭和42年創立、島原半島の北部、サッカーの町雲仙市国見町。島原鉄道平の駅から名物サッカースフレの甘い香りのする坂を上ると569人の生徒が通う国見高校があります。さあ、長いボールを入れてくるがキーパー正面です。サッカー部は学校創立と同時の昭和42年創部、80人の部員がいます。スペインリーグ大久保嘉人選手やオランダリーグ平山颯太をはじめとしまして、 J リーガーでは三浦篤弘、松橋翔太、そして4番渡辺美月のお兄さん大吾など、多くの優秀なサッカー選手を輩出しています。その国見高校、小峰魂という横断幕もはっきりこちらから見ることができますが、その小峰魂を受け継ぐイレブンがこのピッチで活躍をしています。前半の15分が経過、まだ得点は両チームありません。さあ、一方の白いユニフォーム大阪朝鮮、こちらの応援席はどうでしょうか。こちらのリポーターは千葉テレビの石井力アナウンサーです。はい、大阪朝鮮の応援席です。今日の応援体制はサッカー部の控え、そして東京朝鮮との合同のブラスバンド隊、そして一般の方を含めますと初日の2000人を超えると思われる人が詰めかけています。はい、校長の結城ボンさんは、初戦の歴史的な一勝で吹っ切れたのか、昨日は本当に自分たちのサッカーができた、今日は国との対戦は非常にありがたい、子どもたちは幸せだと思う、力いっぱいやってほしい、そして私も精一杯応援しますと話しています。さあ、国見高校のフリーキックです。長いボールを入れてきますが、ここで設定、こぼれたボール、このセカンドボール、今日はシュートを打ってきました。3本目のシュートになりました。国見高校19番の日野のシュートでした。この今こぼれたようなボール、このあたりも一つのポイントになりそうですね。はい、そうですね、長いボールがやっぱり多いですからね。はい、セカンドボールをなかなか奪わないと、その後のチャンスが少なくなると思いますし、あと、まあ国見はですね、この風をうまく利用してミドルシュートっていうのももっと意識してもいいんじゃないかと思いますね。なるほど。はい、まず先にシュートの選択肢を見てからどうするかを考えると、かなりね、風の影響で伸びていく可能性が十分ありますからね。そうですね、普段のキックよりも5メートル、6メートル伸びてくるかもしれません。はい、ですからそれを考えればですね、前半のエンドと後半のエンドでは全くこの試合は本当にやり方を変えなければいけないと思うんですよね。なるほどね。さあ、そのゲームプラン、どのようにこの後働いてくるのか。前半の16分が経過しています。国見高校のスローインです。出しどころを迷っているのか、7番の田川です。ボールを出して田川から長いボール、これは大きく逸れてしまいました。クロスボールを入れようとしたんでしょうか、ちょっと逸れてしまいました。こちらが7番の田川、こちらは小峰忠俊総監督、60歳。指導は定年退職後も続けることが決まっているんですけれども、教員生活としての監督はこれが最後の年ということになります。小峰忠俊総監督、60歳です。高校生活、高校サッカーの監督生活は36年目という、もう名将です。放送席、徳光さん、はい、クリーンベンチなんですが、1戦目とはオーダーを入れ替えてきました。はい、渡辺勝志を下げて今日は13番ミッドフィルダー山浦和也、1年生を起用してきました。これはですね、相手のロングボールを警戒して、そのロングボールを切る対策での起用のようですね。なるほど。と言いますのも、昨日先発の渡辺勝志は169センチ、この山村和也は184センチありまして、15センチの身長差があります。その山村、まず守備、ハイボールで競り負けないこと、攻撃ではセットプレーでも積極的にゴールを奪いたいと意気込んでいました。以上です。まあ、このあたりお互いロングボールを使うのは分かっててね、一つ戦術的な策を取ってきましたね。はい、13番の山村選手は184センチあります。身体能力が非常に高くて、将来期待されている1年生の一人だそうですね。やっぱり1年生でこういう舞台を経験していけばですね、うまくいけば本当に3年生でね、その経験が生かされると思いますからね。なるほどね。まあ、高校サッカーというのは3年間で、まあ、それぞれチーム成長させていかなければいけないということで、指導者の方々もどうやって1、2年生あるいは2年生を使っていくか、そのあたりも思案しながら使っています。今回は184センチ、高さに強い13番山村を投入してきた国見高校です。風下からのボール、このように戻されます。まっすぐ落ちてきました。タッチラインを割っています。
全国4122校の頂点を決めるこの選手権、今から88年前大正7年に日本フットボール大会として日本最初の秋季選手権が産声を上げました。国見高校がディフェンスラインの裏、中筋が落としてここにはいません。後ろからシュートを狙ってくるか、一旦浮かせて前を向ければチャンスになるが、中筋が競ります。しかしこのあたりセカンドボール、先に触ったのは白いユニフォーム大阪朝鮮です。前線にボールを送ります。大きく高く浮いたボールです。長崎のチームが初めて選手権に出場したのは74年前の昭和7年14回大会、当時の長崎市販で初出場初勝利を挙げています。国見が初めて選手権に出たのは今から19年前の昭和61年と65回大会です。いきなり初出場準優勝でした。以来国見はこれまで20年連続選手権出場、優勝6回は帝京高校と並んで戦後最多タイ記録です。一方大阪のチームは第1回大会から地方予選があった時代も昭和42年度の1回を除いて常に選手権に出場してきました。戦後だけを見ても大阪のチームは、さあ中にボールを入れる、シュートを打ってった、どうか、左にそれていきました。これが4本目のシュートになります。今シュートを打っていきました。11番の田中正和です。俊足フォワードの選手、目標は優勝です、そう話していました。まあ、先輩の平山壮太あるいは兵藤先輩が小峰総監督を胴上げするのを目の前で見た選手です。自分の手でも小峰総監督をぜひ国立で胴上げしたい、そう話していた11番の田中正和です。前半の40分のうちの半分、20分が経過しました。ここまで両チーム得点がありません。手前の方が小峰忠俊総監督です。そしてこちらが14番ヘディングの強い中筋。さあこの中筋からチャンスを作れるか。このあたりどうですか、国見が今のところ大阪朝鮮の、陣内で攻めている時間が多いと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、何度か言いますけど長いボールで、まあ、大阪朝鮮もそれにうまく対応していますけども、例えば大きく挽回するようなクリアボールであったりとかヘディングでのつなぎ、その辺も本当に返ってきているので、やっぱ風の影響があるのかなっていうね感じがします。そうですね、ですから少し大阪朝鮮の方もサイドにボールを出せるような状況で進めればですね、もっと今の状況って変わるんじゃないかなと思いますけどね。さあ長いボール入れてきた、どうだ、直接です、直接です、キーパーパッカンミョンが取りました。直接のボールでした。まあ、もしかするとちょっと手前に落としたかったのかもしれませんが、うん、この風ですからね、多分ねそうだと思いますけどね、はい、やっぱり伸びてきてますね、はい、選手たちは本当この強風にまだ完全に風の流れをつかみきれていないようです。両チームともこの風には少し苦しんでいます。2番のパクチェソンが前にボールを入れます。しかしここは先に触ったのは国見です。まあ、国見高校といいますと大阪朝鮮の、あ、チャンスだ、24番の張四次、張四次が左に開いています。さあその張四次、ここは2人がかりでボールを奪いました。国見高校です。逆にチャンスになります。長いボール伸びてきた、10番の田中伸也、田中伸也がどこにボールを出すか、田中伸也ディフェンダーに当たった、ディフェンダーの背中に当たってスローインです。うん、こちらが10番の田中伸也、2年生です。小峰総監督から言われた言葉で一番印象に残っているのは、日々の努力に勝るものはない、特に1年生はきついことも多かったそうですが、でも継続は力になると2年生になって改めて感じているそうです。さあ国見高校のスローイン、前半の22分、前半の半分以上が経過していますが、まだ両チーム得点がありません。風に苦しみながらの3回戦、こちらは8番の中間キャプテンです。非常に努力家です。中にボールを入れます。一旦後ろに下げて5番の江島です。江島からもう一度中川、さあ抜いてくることもできる中川、オーバーラップしたのは江島、江島がもう一度中川をスルーして大きなボールを入れる、キーパーの前にどうだ、中筋飛んできた、おっと大丈夫か、あ大丈夫です、キーパーは立ち上がりました、中筋が飛び込んでいきました。あとこれはイエローカードです、中筋のプレーに対してですかね。そうですね、はい、まあ、少し遅れていきましたからね。14番の中筋が飛び込んでいきました。184センチ、まあ、小峰忠俊総監督もヘディングは一流だというふうに話していました。もう一度ご覧いただきましょう。ちょっといつもと違ってまた飛び込むタイミングを遅らせようとしたというよりは測りきれなかったのかもしれませんね。うん、まあ、そういうところもね、こうわざと、まあ、ゴールキーパーとね、はい、その競ったという感じではないと思いますけどね。
イエローカードが出ています。ただその中筋なんですが、小峰忠俊総監督にお前の利き足は頭と言わしめた、そういう中筋選手です。キーパーが取ります。徳光さん、はい、その中筋なんですがね、昨日無得点に終わったのが相当悔しかったらしくて、今日は自分の高さという特徴を生かしてチームの勝利に貢献したいと試合前話していました。そうですか、まあ、本人に聞きましてもね、引き足はどこですかって聞くとちょっと頭って答えるんですよね。まあそれぐらい、ヘディングには自信を持っています。ただその小峰総監督からは、武器が一つあったらそれだけで試合に出られるんだぞと言われた言葉が一番印象に残っているんだそうです、うん。まあ、小峰さんはあの長所を伸ばすことが自信につながるという指導方針を持っていらっしゃいますよね、高木さんはどうですか、あの国見高校出身として何かこう印象に残っている小峰先生の言葉というのはありますか。まあ、僕はですね、まあ、プレーの面でもそうなんですけども、やっぱ常に謙虚でありなさいということを言われましたね。それはもう、ね、はい、印象に残ってます。優勝してもそういう戒めの言葉というんでしょうか。あのさあボールを入れてきたがこれは風でそれます。まあ、あの謙虚であるとか、はい、あるいはあのおごるなという言葉はよく言ってらっしゃるようですね、こちらが小峰忠俊総監督です。そういった面では人間的な教育も非常に熱心な方です。今は長崎の国見高校の校長先生を務めながら、かつ長崎県サッカー協会の会長も務めている非常に多忙な方でもいらっしゃいます。この国見高校に対して一方大阪朝鮮の菅監督は、国見高校は選手権に出られない頃からの目標だったといいます。高校生の頃、大阪朝鮮が日本の高校の大会に出るなんて実現不可能な夢のまた夢、選手権はテレビの中の別世界だった、そう話します。その菅監督が高校2年生だった66回大会、国見は初の全国制覇、ちょうど永井秀樹選手が2年生の時です。鍛え上げられているからこそのフィジカルの強さ、よく走って速いサッカー、衝撃以外何者でもなかったといいます。以来菅監督は国見高校を目標にしてきました。小峰総監督の本を読み漁り、そしてサッカースタイルばかりでなく、サッカーを通じて人を育てるという教育観に感銘を受け、いつかは目標としている国見高校と試合をしてみたいなというのが夢でした。その夢が監督就任1年目から叶うということで、試合前ね、かなり感慨深い感じがしていたようですよ。しかもね、こういう大きな舞台ですから ね、選手権ですから ね。さあここはゴールライン、タッチラインを割りました。スローインです。こちらが国見高校を目標にしてきた菅監督、そして大阪朝鮮のベンチです。一番奥の方が菅民宿監督です。さあ国見高校のスローイン、ここからボールを入れればチャンスになるが、ここヘッドでシュート、わずかに上流したボール、ヘディングシュートを放っていったのは10番の田中伸也。これが5本目のシュート、国見高校、風上の国見高校、ちょっとクリアしきれなかったところなんですが、相手の選手がこれちょっと触って裏にいいボールが逆に来たんですよね。非常に惜しいシュートでした。田中伸也2年生です。まあ、この田中伸也に10番という話を聞きますと、意識はしたくないけど重たい、嬉しいけど不安、力を出し切れればそれでいいかな、そう試合前話していました。まあ、去年は渡辺和馬選手、一昨年は兵藤慎吾選手、80回大会は徳永雄平選手、79回大会は今回この大会にメッセージをお寄せいただいている大久保嘉人選手と、そうそうたる方が10番つけてますからね。ちなみに僕もですね。そうですはい、最後に付け加えようと思っておりましたさあ中にボールを入れますが、ここに中筋がいる。中筋、ポストプレーで中盤にいるときは簡単にさばきたいと話していた中筋です。後ろに流したボール、ここはディフェンスがついている大阪朝鮮です。白いユニフォーム、さあここで胸トラップして前に出したいんですが、前に出します。24番の長四次がいる。大きなボールです。高く浮いています。まあ、ただ国見の10番、しかも2年生ということで、そうですね、やっぱ期待があるんでしょうね。放送席、はい、大阪朝鮮の応援席です。この大阪朝鮮のブラスバンドは実は東京朝鮮と大阪朝鮮の合同ブラスバンド隊で、はい、この日のためにこうファックスでやり取りをしながら応援を続けています。しかし非常に気の合った応援で、今日も10曲以上の応援曲を揃えています。ご覧のように応援が続いております。東京朝鮮もサッカーの強いところですが、その東京朝鮮と大阪朝鮮の合同での、演奏応援ということになっています。徳光さん、はい、大阪朝鮮ベンチなんですが、この風でボールが大きく流されますよね。ディフェンダーの選手が少しボールを見てしまっているということで、盛んに人を見ろという指示が出てますね。なるほど、
徳光さん、はい、一方の国見ベンチなんですが、はい、先ほどの惜しいシーンでは思わず唇をかみしめた小峰太総監督、風のアドバンテージをなかなか生かせないこの状況に対してシュートで終わるんだ、シュートで終われという指示が出ています。これは、まあ、あの当然うなずける指示ですね、うん、そうですね、あのシュートで終わるのはすごく印象としてもあると思いますし、はい、サイドからの崩しっていうのも、ね、意識してると思います、うん、ただ僕は、ね、やっぱ中央からのシュートも絶対必要だと思いますよ。あ、なるほど、今はどちらかというとサイドに散らして、はい、例えば8番の中川選手がかわして逆サイドに出してというような感じのものはあるんですけれども、はい、確かに中央から狙っていってもいいかもしれませんが、非常に今日は強い風、画面左から右方向もしくはメインスタンドから奥の方向に吹く風が今日はかなり強く吹いています。市原市の臨海競技場です。まもなく前半の30分が経過しようとしていますが、両チームまだ得点がありません。ただやっぱり大阪朝鮮もですね、やっぱこういうゲームの流れというのは少し想像したと思うんですよね、はい、特に前半風がありますからね、押し込まれるらう、うん、でその中でやっぱりここまでゼロでしのいでますから、まあ、少しずつ国見のその攻撃の特徴っていう部分もですね、なんとなくこう慣れながらやってるんじゃないかと思いますね、うん、なるほど。シュート打ってきた、どうだ、キーパー正面。あー、なるほど、高木さん、こういうシュートが必要だということですね。今シュートを打っていったのは8番の中川です。いや、非常に強烈なシュートでした、まあ、この中川という選手は右サイドへ打った時もライナー性のいいクロスボールを、ね、入れる選手ですが、そうですね、今そのキック力をシュートに生かしてきました。さあ、一方白いユニフォーム大阪朝鮮がフリーキックのチャンスです。ただ風下も一本でというわけにはいきません。どのように攻撃を組み立ててくるか。キッカーの位置には3番のシムがいます。ディフェンダー181センチ、そのシムが長いボールを入れる。14番のリャンテウンがいます。左サイドリャンテウン、リャンテウンがかわせるか。2人ついています。中を通してくるがここはつながらない。国見高校が一旦クリアしますが、ここで再び大阪朝鮮ボールを奪った。13番キムチュンファ逆サイドを渡します。これが戻すボールがかなり戻ります、かなり戻ります。右サイドバックのキムユーサ、キムユーサが上がっていって中にボールを通す。スペースが空いている。キムチュンファ右に渡す。しかしこれが風で戻ります。うまく右サイド完全には当たりませんでした。さあ逆にチャンスだ。1対1、キーパー飛び出す。パッカンビョンナイスプレイ、パッカンビョンナイスプレイ。いや、これはかなり勇気ある飛び出しだったですよね。そうですね、やっぱりいい判断しましたよね。あ、思わず拍手もベンチから出ています。大阪朝鮮パッカンミョン、よく守りました。素晴らしい飛び出しを見せていきました。国見もね、今キーパーと1対1といいますか、非常にチャンスだったんですけどね、ペナルティーエリアの外、フィールドプレーヤーになりまして、この難をしのいでいます。ご覧の風です。旗がちぎれそうな風です。今日の市原市臨海競技場です。タッチを割りました。前半の32分が経過しています。前半は残り8分です。両チームまだ得点がありません。第84回全国高校サッカー選手権大会の3回戦です。徳光さん、はい、国見高校の応援席なんですが、J リーグを目指すクラブチームビファーレン長崎の岩本監督もいらしています。はいはいはい、この岩本監督は小峰監督が、国見に就任した時の新入生、歴史を重ねて今回で20回目の出場、 OB としても胸に期するものがあります。ピッチ上の選手には本当に頑張ってほしいとエールを送っていました。今のは眩しそうに見ていたのか、あるいは国見の攻めに対して何かこうどうなのかなという感じで見ていたのか、まあ、長崎にはビファーレンというチームができまして、これからね、九州輪から目指していこう、上を目指していこうというチームがあります。その監督も見に来ていました。さあ、大阪朝鮮のスローイン、24番張四治、これはクリアします。この長いボール、ディフェンスラインの裏、ここを狙ってきます国見高校。さあ、チャンスだ。10番の田中伸也、ここはなんとかしのぎます。しかしまだ二の矢三の矢があります国見高校。この辺りはボールへのフォローが早い。さあ、8番の中川が詰めるが、ここは14番リャンテウンが、左サイドの選手がかなり戻っていました。5番の江島から長いボールを入れる。これはキャプテンのアンがクリアして、もう一度右サイドキムユーサー、ファウルがあって国見高校のフリーキックです。さあ、前半が残り6分少々となりました。この位置、風上からのフリーキック、どんなボールを蹴ってくるでしょうかね。難しいですよね、まあ、合わせる多分ボールだと思いますけどね。あ、14番の中筋はご覧の位置、ほぼ中央ペナルティーエリアのやや外です。そして3番の浦田179センチがファーサイドに上がっています。ディフェンダーが全員上がるのが国見の攻撃、セットプレーです。さあ、どこを狙ってくるか。
14番の中筋はファーサイドから中央に入ってくる。その手前だ、どうだ、キーパー弾いた、バウンドしたボール、これは7本目のシュートになります。国見高校よく防ぎました ね、 ちょっと伸びてくるようなボールでね、しかも少しブランクになったんじゃないですかね。あ、なるほど、誰が触るかわからないような感じですね。1回バウンドしてるボールもこれまたキーパーにとっても守りづらい。さあしかしコーナーキックはこれが3本目になります。国見高校曲がってくるボール、キーパーが取った、パッカンミョンが取っている。最後のところ、このパッカンミョン今日は目立ってますね。8番の中川のボールでした。非常にいいボールだったんですが、今日は12番パッカンミョンが目立っています。まあ、本来キーパーはあまり目立たない方がいいんですけれども、このパッカンミョン今日はなんとか寸でのところで守っています。大阪朝鮮国見高校はなかなか最後のこのパッカンミョンを超えてゴールネットを揺らすことができません。手元の時計では前半まもなく35分が経過しようとしています。0対0まだ両チーム得点がありません。こちらがパッカンミョン、大阪朝鮮の守護神です。クレバーなシムが前線にボールを送りますが、タッチを割ってしまいます。前半の35分が経過しました。前半は残り5分です。こちらは大阪朝鮮のキャプテンアン・テソン、そしてこちらはもしかすると今フードをかぶっていますが、大阪朝鮮のスーパーサブのパクチソンがアップを始めました。あ、なるほど。さあ長いボールを打ってきた、これは枠から逸れていきました。こういう長いボールでどんどんシュートで終わる形を増やしています。さあそして大阪朝鮮、こちらご注目ください。9番のパクチソン、まず名前がすごいですね。本当そうですね、186センチ78キロ、昨日の2回戦でも決定的な3点目を入れたスーパーサブです。非常に体が大きい割にスピードがある、前線でチャンスメイクもできると菅監督は話していました。何かこうストライカーという、ね、本当に感じですよね。高木さんもそういう感じがしますか。非常にそういう意味では楽しみです。必ずと言っていいほど後半に出場する可能性があるんですけれども、パク・チソンをどのタイミングで投入してくるか、左サイドバックパク・チェソンのお兄さんでもあります。今そのパク・チェソンがスローインです。はい、徳光さん、はい、そのパクチソンなんですが、はい、今日は国見相手だからといって守備的な気持ちにはなるなというふうに監督に言われているそうです。そうですか。さあそのパクチソンがウォーミングアップをベンチの外で一人始めています。こちらがそのパクチソン、9番の選手、投入されたらぜひご注目いただきたいと思います。こちらがそのパクチソンのお母さんです。昨日は3点目が決まった時、息子が決めて嬉し涙を客席で流していました。さあ今日もそういう場面があるのかどうか、念入りなウォーミングアップです。こちらがその弟、2番のパクチェソン、左足のボール非常にいいものを持っています。パクチソンの弟です。まあ、お母さんとしてはぜひこのパクチェソンのアシストでパクチソンがシュートを決めるシーンをまだ見たことがないそうで、一度見たいんだ、そう話していました。そういうシーンがあれば最高ですよ ね、 ね、最高のプレゼントになりますが、さあ国見高校が攻めています。黄色と青のユニフォーム、8番のこの選手が中川、中川がボールを持ち替えてファーサイド、中筋どうだ、キーパーマッチング、バッカンミョン、今ボールはまだ出ていない、まだ出ていない、まだ出ていない、風のいたずらなど、今日は本当にこの気象条件に苦しんでいる両チーム、翻弄されています。14番の中筋が飛び込んでいこうという体勢でした。しかしバッカンミョンよく防いだ。前半の37分が経過、前半は残り2分半、右サイド、さあここから折り返せるか、中に入れる、中筋がいるぞ、しかしこれは前でクリア。しかし国見高校まだボールをキープしている。ロングシュートを狙ってきたがちょっと浮いてしまいました。ここまで国見高校はシュート8本、一方の大阪朝鮮はまだシュートが1本。やはり、まあ、風を味方に国見高校をつけている部分はありますでしょうかね。そうですね、まあ、それがやっぱり大きいと思いますよね。ここまでの流れはですね、今画面の奥の方向に工場街が見えるんですが、煙突から出る白い煙が全く真横にたなびいている景色も見られました。それぐらい今日は風が強いんです。まあ、できればですね、はい、大阪朝鮮の方は低いボールでね、グラウンダーの、ボールを前に進めたいというのはあると思うんですけどね。さあグラウンダー、こういうボールですね、ただちょっと精度を欠いたか、逆に裏を突かれる3番のシム、ここは3番のシムが落ち着いていました。181センチのセンターバックの1人、3番のシムヒョンチ、クレバーなディフェンダーだと菅監督も信頼を置いています。さあ国見高校左サイドをえぐる、
中央にはもうすでに3人の選手が待っている。14番の中杉も待っているんですが、スローインです。さあ手元の時計では残り1分を切りました。大阪朝鮮は攻められている、なんとか無失点で抑えたいところですね。まずはやっぱりそうだと思いますね、はい、逆に国見高校はここで得点を入れれば大きなダメージを与えることができます。さあ前半の39分、さあ主審が急ぐようにという指示を出しました。国見高校のスローイン、高く浮かせたボールファーサイド、パッカンビョンが出るがもう一度戻る。8番の中川が控えているが、14番のリアンテウン、左サイドの選手がここまで戻っています。5番江島、ここからのクロスボールが今日は非常に多くなっている国見高校です。さあこれをカットした、さあカウンターに出ることができるか大阪朝鮮。24番チョウヨンジ、さあスピードがあるぞ、チョウヨンジ、チョウヨンジが行く、チョウヨンジ一人かわせるか、中にボールを入れる、あグランダーのボールちょっと弱かった。こういうミスはちょっと怖いですね、国見高校ね。そうですね、ただそういうところをうまく使っていきたいですね、はい、大阪朝鮮の方は。さあ右サイドを使います、キムテリョンがいる。さあ24番のチョウヨンジはもう中央で手を挙げている。8番のキムテリョン、キムテリョン、うん、2人がかりで奪いました。ただこの辺りもパスを出させないですよね、国見高校は、ね、はい、ディフェンスはこの辺り落ち着いてしっかり守っています。ボールが戻されます、これがいいフィールドボールになるか、あこれでコーナーキックだ。前半1本目のコーナーキック、大阪朝鮮。前半40分が経過、ロスタイムはない模様ですので、これが最後のプレーになるか。前半です、ここはしのぎたい黄色と青のユニフォーム、国見高校、長崎58校の代表です。さあ一方これで決めれば逆に面白い試合展開になります、白のユニフォーム大阪朝鮮。さあ菅監督が大きな声で指示を出します。ショートコーナーを使うんでしょうか、2番のパクチェソンがいます。左足ご注目ください、パクチェソン、長いボール、これはキーパーが取りました。ここで前半40分が終了です。第84回全国高校サッカー選手権大会の3回戦、国見対大阪朝鮮は0対0、両チーム無得点で前半を折り返します。投入してきました、キックオフのやり直しです。もう一度、さあ今度は風下、国見高校のキックオフで後半の40分が始まりました。おーっとボールが戻される、国見高校。さあ今度は右から左に攻めます、青と黄色のユニフォームが長崎58校の代表、県立国見高校、20年連続20回目の出場です。一方左から右に攻める、風上から攻める白いユニフォームが大阪222校の代表、5年ぶり2度目の出場、大阪朝鮮です。ご覧の9番パクチソンが投入されました。さあそして風上から大阪朝鮮のフリーキックです。ああここはちょっと注目したいと思いますが、2番の左足パクチェソン、さあパクチェソン、弟から兄パクチソンのゴールが生まれることがあるのか。後半立ち上がりです、こちらの9番パクチソン、186センチ、パクチェソンからゴール方向に曲がってくる、どうだ、ヘディング、今のは4番キャプテンアンテソン、菅監督が絶大な信頼を置くキャプテンアンテソンのシュートでした。今のは惜しかったですね。そうですね、もうボールもなあの伸びてきてますけど、はい、マーク裏に入ったんですけどもね。なるほど、もうちょっと方向を変えたかったという感じでしょうか。うん、しっかり当てられなかったんですね。あなるほど、やはりこれも急に元また川上に変わってちょっと距離感が違うのか、そのあたりも影響しているのかどうか。白いユニフォームの大阪朝鮮です。放送席徳光さん、はい、先ほどのフリーキックのシーンなんですが、はい、もうキッカーが蹴る前にですね、小峰総監督は立ち上がって大きな声を出しておりました。少しマークのズレがあったのかもしれませんね。なるほど。その国見高校、ハーフタイムの時の様子なんですが、はい、まず前半終了後少し渋い表情を浮かべてロッカールームに引き上げた小峰総監督の表情がちょっと印象的でしたね。追い風のアドバンテージを生かせなかった苛立ちがちょっとあったのかもしれません。今度は風上となる後半の指示、ボールが風に流されるので守備はボールの見極めに気をつけろ、攻撃のロングボールは脅されにくい低い弾道で、百戦錬磨の小峰総監督らしい老快な指示を与えて選手を送り出しています。さあ今度は風下です。今のような指示
通りのプレーができればまた国見高校いつもの強さを見せることができるはず。徳光さん、はい、大阪朝鮮サイドなんですが、うん、逆に菅監督も非常に満足系ですね。よくしのいだということで、後半はうちのサッカーができる、うちのサッカーをしよう、後ろが頑張った分今度は前が頑張ろうという指示です。さあパクチソンから大阪朝鮮白いユニフォームパクチソン、左サイドが開いている、14番のリャン・テウンが開いているが中を使う、パクチソンのシュート、惜しい、わずかに右、9番パクチソン、この選手がパクチソン、注目のパクチソン。どうですか高木さん、ご覧になっていてアジアの大砲からご覧になって、このいやいいと思いますよ。ああいうところでもですね、自分で突破するんではなくて味方をうまく使ってでリターンパスを受けてからのシュートですよね。やっぱりこう状況に応じたプレーがいろいろできるんじゃないですか。あ、なるほどね。あとこの風がうまく使えればですね、はい、大阪朝鮮もこのパクチソンいいところが出てるんじゃないですかね。なるほど、そしてまた大阪朝鮮はどちらかというとミドルシュートも好きなチームなんですよね。シュートコースが空いてくればどんどん打ってきます。こちらが韓民宿監督、そして9番のパクチソン、2回戦では3点目のゴールを決めた選手パクチソンで、186センチ、1人で打開できるフォワード。さあしかし今度は逆に国見高校のフリーキックだ、風でやや戻されます。ここからつなぎたいところ、浮かせてまたそのボールが戻されます。まっすぐ落ちてきましたが副審の旗が上がっています。オフサイドです。今日は主審が大宮健二さん、副審は樺沢純一さん、佐藤隆二さん、第4の審判は凪俊幸さんで、この試合は運行されています。オフサイドからの間接フリーキックです。どうしても風でボールが動いてしまいます。これはグラウンドレベルでもかなり風の影響ありそうですね。と思いますよね、選手たちのユニフォームが非常にね、なびいてますからね、はい、非常に強い風、ご覧の風です。国見の10番田中伸也の風、ユニフォームでも分かります。さあ前線にボールを送ろうというところですが、さあ国見高校ディフェンスラインの裏、ここを抜ければおチャンスになるぞ。11番の田中正勝が追いかけている、タッチを割りました。こちらが11番の田中正勝、そしてクリアしたのは3番のシムです。タッチを割りました。あ、大阪朝鮮のスローインです。後半のまもなく5分が経過しようとしています。0対0、両チームまだ得点がありません。さあ今度は大阪朝鮮がディフェンスラインの裏を攻めます。こちらが9番のパクチソン、先ほど豪快な名刺代わりのミドルシュートを打ってきました。さあスローインです。そのパクチソン、2人を背負ってボールを受けましたがファウルがありました。徳光さん、はい、このパクチソンについて、大会直前に菅監督が話してたんですが、何かこの大会で化けそうな気がするんだと。潜在能力はもともとすごい、少し好不調の波があるんだけれども、うん、何かこういう大舞台ではいいところが出そうな気がする、そんな話をしてましたね。なるほど、まあ、そういう意味では2回戦の途中出場、そして決定的な3点目のゴール、それで大きく化ける第一歩を踏み出したかもしれません、大阪朝鮮のパクチソン、まあ、名前も非常にサッカー選手としては覚えやすいですし、ぜひご注目いただきたいと思います。さあ国見高校、ここは守りたい、中盤のボールセカンドボールですが右サイドに叩きます。さあここからです、ここから中川が上がる、中川が上がる、中川の高速ドリブル、さあ右サイドをえぐってくる、中筋は中央で待っているぞ、中筋が待っているがファウル、これはファウルがあった。10番田中伸也が攻めていったところ、さあそしてここでフリーキックです。国見高校のフリーキック、ここは狙いようによっては、お早いリスタートか。あー一度中川がまだ十分離れていないんじゃないかという今アピールをしました。もう一度セットプレーのやり直しになります。7番の田川も行きました。さあどちらの足で蹴ってくるのか、7番の田川、左側の選手なら左足ゴール方向に巻いてくるボールも考えられます。映っているのは中川、中川がファーサイド、どうだ、キーパーカパッチング、パッカンミョン、そしてこのボール、もう一度後ろからシュートを狙っていった、ヘッドで流す、これはキーパーが取りました。セットプレーのチャンスでした。後半の6分が経過、両チームまだ得点がありません。今日の市原市内、午後2時50分現在、北西の風11メートルと、また一段と風が強くなりました。試合終了までは変わらないだろうという予想が出ているという情報が入ってきました。市原市内、ご覧の11メートルの風です。
グラウンドレベルでもかなり強い風が吹いています。そういう意味では風上風下が前半後半で変わりまして、またちょっとどういう感じなのかお互い探りながらの今攻撃が続いています。こちらは大阪朝鮮の4番アンテソン、キャプテンのアンテソンです。一旦下げてから低いボール、これも曲がってボールが戻される。右サイドスペースにクリアします。国見高校です。前にボールを送る、これが戻されてまっすぐ落ちてきます。さあ今度は19番のリャン・ジョンソン、リャン・ジョンソンから24番のチョ・ヨンジ、24番のチョ・ヨンジ、パクチソンが非常に目立ちますけれども、24番のチョ・ヨンジ、この選手の走り回る、かき回す様子もご覧になっていただきたいと思います。あ、こちらが国見高校のベンチです。池田良二監督52歳、小峰忠俊総監督と二人三脚でサッカー部の指導をしています。こちらは19番日野2年生です。国見高校ヘッドでスラします。その日野がスラして落としたボール前線へ送りますが、両チームまだ中盤の激しいボールの競り合いが続いています。さあここで24番長与寺、ちょっとボールがうまく足にフィットしなかった。3番のシムが前線に送る。このあたり両チームとも探るような感じで中盤のボールの競り合いが続いています。放送席と富士さん、はい、その超四次なんですが、どうやらですね、あの3番の浦田光陽がボールを持ってない時でもつかず離れずのいい距離を保ってディフェンスしているんですね。あ、なるほど。なかなかいい形でボールを受けられない状態にしています。なるほど。あの国見高校というのはマンマークも、ね、使いますから、そういう意味では24番の、ね、まあ、最終ラインに関してはほとんど、渡辺美月が、まあ、中央でリベロ的な役割をする、それ以外のサイドの選手はほとんどマンツーマンですね、うん、国見の3番浦田がこの24番長四次についている、あ、この2人ですね。でなかなかこの長四次がディフェンスラインの裏をかき回すことができないでいるということになります、まあ、24番のこの長四次はディフェンダーのスタミナを奪う役割も果たします。ですが今日はちょっとその3番の浦田のマークでなかなか突破することができない。ヘッドで競ってこぼれたボール送りますがタッチを割ります。徳光さん、はい、国見高校の応援席です。やはり先ほどから相変わらず強くて、そして冷たい風が吹いていまして、はい、長崎の皆さんにはこれがかなり寒いんじゃないかなと思ってお話を伺ったんですが、長崎もこの冬はもう雪が降ったりしてかなり寒かったそうです、はいはい、こんな寒さは気になりませんよと笑って皆さん文字通り熱い応援続けています。そうですか。こちらが国見高校の応援席です。まあ、なんといっても戦後最多7度目の選手権優勝なるかというところが一つの大きな注目です。特に小峰忠俊総監督は指導を続けることは決まっていても、定年退職という意味では教員生活として節目の年、なんとか優勝して最後の年飾りたい、そういう選手そして応援する皆さんの思いがあります。こちらは4番の渡辺美月。さあ大阪朝鮮が左サイドを攻めますが、2人がかりで囲い込みます。国見高校のスローインです。まあ、国見高校の小峰忠俊総監督も大阪朝鮮戦は大きな山になるのではないか、アーリークロスも速いし、何かが全てのプレーが徹底している感じ、随分練習しているんじゃないかな、日本の高校でもあれだけパワフルなチームはあまりないのではないか、見習わなければいけないところもあります、そんなことをこの試合前に話していました。さあ確かに、ね、国見も徹底したやり方ってありますけども、大阪朝鮮はやっぱり徹底しますよね。その徹底ぶりがやっぱりなかなかないっていう、その小宮総監督のコメントじゃないですか、ね、なるほど、さあそして大阪朝鮮がフリーキック、国見高校がピンチ、ここをしのげるか、さあそろそろ先制点が入るのか、後半の11分白いユニフォーム大阪朝鮮のフリーキック、ファーサイドには4番キャプテンのアンテソンも上がっています。179センチ、そのアンテソン手前に走ってくる、こぼれたボールシュートを打っていったが浮いてしまった。13番キムチュンファ、この選手がボランチの一人、キムチュンファです。大阪朝鮮は後半シュートが3本目になります。一番奥の方、この方が大阪朝鮮の韓民式監督、監督1年目です。国見高校が目標、そう話していた韓監督、夢だった国見高校との公式戦での対戦が叶っています。しかも場所はこの選手権です。
菅監督の指導方針は戦う気持ちと一生懸命と話します。菅監督のサッカー観は組織の前にまず個人です。1対1じゃ負けちゃうと思うような選手はグラウンドから去れと言ってあります。さあ右サイド、その1対1個人の非常に強い大阪挑戦、ペナルティーエリアの中に入ったがここはシュートは打てない。こちらパクチソンです。攻撃ならどうやって相手を抜いてやろうか、守備なら何が何でも俺が止めてやる、そういう戦う気持ちがあって一生懸命さが生まれる、そう話しています大阪挑戦の菅民宿監督。1対1が非常に強い、まあ、そういう意味でもどうですかこの大阪挑戦、この前半見ていて、はい、まあ、後半も12分経つんですけれども、そんな1対1の強さというかハートの強さみたいなのを感じるプレーありますか。やっぱりありますよね。ほとんど国見の選手が抜けない、特にサイドの選手はですね、うまさはあるんですけどもね、うん、国見の方は、はいはい、そういうシーンもほとんどないですからね。あ、そうですね。さあヘッドで流して、ここで前を抜ければチャンスになるが、ここでボールが長四字だ、長四字シュートを打った、惜しい、わずかにクロスボールの上、キーパーが触ったようです。キーパーが触ったか、コーナーキックです。長四字の素晴らしいシュート。さあ後半大阪挑戦は1本目のコーナーキック、ここです。この辺のステップワークとですね、ボールの扱い方非常にうまいですね。ああ、その前のディフェンダーにかすったんでしょうかね。そうでしょうね、はい、さあコーナーキックです。体勢悪いですけども、うん、まあ、風を考えれば十分狙ってもいいと思いますよ。なるほど、いい判断だったということですね。今小峰総監督立ち上がってマークを確認しています。あ、さあ小峰総監督も立ち上がっていますが、ショートコーナーを使うか、そのプレースしたボールがちょっと風に流されます。ファーサイドゴールライン上にパクチソンがいます。パクチソンからどうだ、決めてホン、その後ろこぼれたボール、シュートいくか、ディフェンスした、組みディフェンス、もっとシュート、上だ、わずかに上だ、24番長四字、後半になってこの選手が目立ってきました。24番長四字、2本続けていいシュートが見られましたね。まあ、いいところにボールが転がってきてね、うん、まあ、相手のプレッシャーも多少あったと思いますけどもね、よく振り抜きましたよね。そして今落ち着け落ち着けという感じだったんでしょうか、国見高校小峰忠俊総監督、ピンチをしのいでここで落ち着いてもう一度立て直しだ、そんなジェスチャーが見られました。さあ大阪挑戦のチャンスだ、ディフェンスラインの裏、今度は国見高校のゴールキーパー町田が忙しくなるシーンが多くなりそうな予感がいたします。後半です。徳光さん、はい、11月に実は大阪挑戦は国見と練習試合をしてるんですよね、はい、でスコアはイーブンだったそうで、選手たちはそれでものすごく自信をつけたっていうふうにイレブン話してますね。なるほど、ですからその自信がやはりここへ来ての連勝快進撃につながっているということは言えるでしょうね。まあ、練習試合とはいえ国見と引き分けた、これは相手校にとっては自信になりますよね。本当そうですね、うん、まあ、どちらかといえば追う立場大阪挑戦ですからね、はい、そうですね、その意味での自信は本当に深いと思いますよ、うん、確かにあのコーチングスタッフの中からも今日は失うもの何もないですから思い切り行きますよ、そんな話も聞かれました。さあそして風上の大阪挑戦が再びフリーキックのチャンス、長いボールを蹴っていっても一気にゴール前まで届きそうな、そういう風が今日上空吹いています。パクチソンはファーサイド、さあそのパクチソンかヘッドですらして、ここはもう一度ペナルティーエリアの外から中に折り返せるか、もう一度ここは浮いている中にリャン・ジョンソンが折り返してボールを触ることができない、ああ触ることができません、大きくクリアしますが、このクリアボールが今日は簡単にクリアできない風下の国見です。あとこれは大丈夫か、ファウルがありました、イエローカードです。キャプテンアンテソンのイエローカード、これが1枚目です。キャプテンのアンテソンです、うん、今ちょっと選手が倒れました、胸の方から倒れる感じでした。もう一度ご覧いただきましょう、11番田中正勝のこれは足に行ってしまいました。ただね、こういうシーンでももし田中正和也が、はい、抜けてれば、うん、北朝鮮ちょっと危なかったですからね、やっぱあそこは体を張って守るって、大阪朝鮮、ね、大阪朝鮮に先制しました、はい、さあ4番の渡辺美月が蹴ります。長いボールになりました。さあこぼれたボール、シュートを狙っていった、大きく浮いてしまいました。8番中川のシュート、これが国見高校2本目のシュートになります。後半の17分です。この中川キャプテンです、非常に努力家です。
夏は朝6時10分から朝練習が始まるんですけれども、その40分前、ボールが見える明るさになる5時半から一人で練習を始めました。でそのうちチームメイトも増えてきたそうです。まあ、これが毎年のことなんです。人一倍努力しないと試合には出られませんから、そう話していたキャプテンの中川です。小峰総監督からは、去年積極的な失敗は次につながるが、消極的だったら進歩はないと言われたのが一番印象に残っていると言います。先輩に遠慮しないようにプレーする、そう肝に銘じてこの3年間頑張ってきました、キャプテンの中川です。ただこの中川のドリブルはなんかこう起きそうだなという予感をさせるドリブルですよね。それはねあるんですけどもね、なかなかそこまでボールがいかないっていうね、そういうシーンですよね。特に後半に入ってからですね。そうですね。国見はどうやっていったらいいでしょうかね。やっぱり低いボールでなんとか狙いたいというところあると思いますね。 あとはセットプレーというところをうまく取れればなっていうのはあると思いますよ。そうですね。さあそのあたり、まあ、低いボールという意味ではグラウンダーのボールもそうなんですが、それと8番中川のドリブル、高速ドリブルがあります。こういったドリブルも非常に風下からの攻めでは楽しみかもしれません。ただまあ大阪朝鮮の方もですね、はい、前半はなかったですけども、後半に入ってからはパス2本とかで、まあ、前線にボールを運ぶ、もしくは国見のボールを脅かすようなね、そういう流れには後半本当になってますからね。シンプルなサッカーしてきてますよね。本当にこう前半とはまた違うチームになったのかなっていうぐらい、非常にね攻撃に勢いは感じますよね。なるほど。確かに後半のシュート数を見ましても、大阪朝鮮がシュート5本、対して国見高校はシュート2本。ちなみに前半は風上の国見がシュート8本、大阪朝鮮はわずかに1本でした。お互いロングボールも正確に打てる選手が多く揃っています。それだけにこの風上の方がシュートまで持っていけるチャンスが増えそうです。風上は白いユニフォーム大阪朝鮮、風下が黄色と青のユニフォーム上昇、そして王者国見です。放送席、はい、大阪朝鮮の応援席です。キャプテンアンテソン選手のお父さんアンソンさんにここまでの展開を聞きました。はい、このチームは進化しているチームだ、国見相手によくしのいでいる、なんといっても気持ちが勝っていると話しています。最後の最後まで気を抜かないで頑張ってほしい、テレビで見ていた名門と本大会で戦えるのは幸せですと話しています。なるほどね。こちらがキャプテンのアンテソンです。こちらがお父さんです。さあチャンスになったか、大阪朝鮮ここは2人がかりで守る。このあたりプレスはちゃんときちんと2人で行って、1人抜かれても大丈夫なような守りを見せている国見高校です。そうですね。ディフェンスラインが、さあこれはチャンスになるか、これはチャンスになるか、一旦トラップして左に流す、キーパーが出てきた、バックハンミョン、スペースに自分が走り込む位置に自分にパスをするようなね、そうでしたね、トラップだったんですよね。はい、まあ、スピードを生かしてっていうのはあったと思いますよね。はい、しかしパッカンミョンが出てきて取りました。そうですね、放送席徳光さん、はい、その今いいプレーを見せた田中正和なんですが、昨日決勝ゴールを決めているんですが、はい、納得いってなかったようなんですね。おさあ田中伸也から中筋か、中筋がシュートを打っていったか、これはディフェンダーに当たりました、パクチェソンに当たったようです。こちらが14番の中筋、184センチ、ヘディングは一流と小峰忠俊総監督も太鼓判を押します。この中筋ですが、去年は平山壮太選手からディフェンダーとの駆け引きを学んだ、クロスボールの出し手とディフェンダーの延長線上に入るディフェンダーの視野から消える練習をしたそうです。で、嫌がるディフェンダーがずれた瞬間すかさずかわしてディフェンダーを背後にボールを受ける動き、これを平山壮太選手から学んだといいます。14番の中筋184センチ、そういえば去年小峰総監督がヘディングは一流、出すかもしれない、そう言って去年の準々決勝の前日の全体練習の後、わざわざ個別に呼んで指導していたくらいだったんですね。そうですか。はい、非常にそういう意味では時間をかけてこの高さを生かすために育ててきました中筋誠。さあこの3年生選手権大会で恩返しをすることができるか。こちら国見高校の応援席、青と黄色、おなじみのユニフォームのカラーに合わせましてタオルマフラー、そして毛糸でしょうかね、編んだ帽子をかぶっている応援席です。後ろから渡辺美月がボールを出しますが戻されます。もう一度中盤13番の山村、右サイドに出します。さあここが中川です。キャプテンの中川、中川フェイントもあるぞ、中川が中にボールを送れるか、スローインです。なかなか中川も攻めようとするんですけれども、白いユニフォーム大阪朝鮮も2人がかりでパスコースを切っています。まあ、これ
これだけ切られるとやや高いボールになる、そうすると風で戻される。そうですね、大阪朝鮮もいい守りを見せています。後半の半分が過ぎました。22分が経過。さあクロスボールを入れるか、中筋の向こう側、キーパー弾く、パッカンミョンが弾きました、コーナーキック。後半これが1本目のコーナーキックになります、国見高校。ただ今のねゴールキーパーのパッカンミョン君もですね、はい、いい判断をしましたね、うん、あのままサイドにそのまま流すんであれば組の選手がいたんですよね、はいはい、もしそこに可能性もあるし、あ、なるほど、そこはもう切りましたよね、うん、さあそのあたりよく弾きましたが、国見高校1本目のコーナーキック、中川がファーサイドに出す、中筋か、高い、選手はヘディングに行きましたが、もう一度中川が浮かせます。さあこのボールが大阪朝鮮収まった、超四次、24番の超四次からパクチトン、パクチトン、パクチトン、スルーした、6番のキムテホン、渡らない。さあもう一度白いユニフォーム大阪朝鮮が一気に攻めてきた、5番のキムユーサ、パクチトン、ここにまで下がっていた、ためも作れる選手です。ファウルがありました、大阪朝鮮のフリーキック。このあたりあのフィジカルも強くて2人に囲まれても、はい、選手を背負ってパス出しましたね。そうだったですね、あの相手と競り合いながらボールをうまくキープしてですね、まあ、あの点を取るだけではなくてですね、パスを出せる技術もあるなっていうのは本当に見ててやっぱ感じますしね。なるほどね。さあこの選手権大会でどこまで化けるんでしょうか、非常に楽しみな9番のパクチソン。さあそして風上の大阪朝鮮フリーキックです。2番パクチソンが今慎重にボールを置きます。そしてちょっと風で動くかもしれないということで芝の部分を固めました。さあどこに出してくるのか、左足は脅威だと思いますよ、ファーサイドにはお兄さんもいる、パクチソンもいるが、どうだ、うーん、風で流されてしまいました。2番パクチェソン、左足の正確なキックの持ち主です。徳光さん、はい、大阪朝鮮どうやら交代がありそうです。10番のキム・ウォンギが入って超四次が下がりそうですね。あ、そうですか。10番のフォワードキム・ウォンギ選手、この選手もフォワードですが準備をしています。24番超四次、今日はなかなか3番浦田のマークに疲れまして、後半2回ほど惜しいシュートシーンがありましたが、その後がなかなかやはり目立つシーンはありません。ボールをね、受けられれば非常にいいものを出してますけどね。あ、なるほど、そこまでがね守られてしまっている。さあ大阪朝鮮がチャンスを迎えるか、この辺り渡辺美月が落ち着いてクリアします。4番の渡辺美月、お兄さんには京都パープルサンガの渡辺大吾、そして早稲田大学に進学した渡辺和馬選手、この3兄弟の3人目、末っ子です。徳光さん、はい、その渡辺美月なんですが、東京入りした後12月28日の練習で左足首を捻挫していまして、テーピングをして今日も出場しているんですね。それで今年度初めての全国大会がこの選手権ということで、昨日勝ったということは内容には満足していないが、はい、勝ってとてもそれは自信になったんだと話していました。小峰忠俊総監督も3番浦田、4番渡辺美月、5番江島、いずれもちょっと怪我を抱えているので選手権直前にようやく戻ってきた、うん、そういう意味では2回戦1対0でしのぎ切ったディフェンダーを褒めていました、はい、そうですね、どっちに転んでもおかしくないような流れでもあったと思いますからね。あ、なるほどね、富山第一との試合でした。そうですね。さあそして今日もどちらに転んでもおかしくないような展開になってますね。今日はね、本当前半と後半の戦いがね、逆になってるな。そうですね、全くね、両チームとも。さあ風上の方がシュート本数が多い展開に前半なりました。後半も同じような展開になっています。風上が白いユニフォーム大阪朝鮮、初の選手権勝利を挙げまして大晦日、そして2回戦も突破してきました。ご覧の風です。この風に両チームが翻弄されています。そして今その風を活用しているのが白いユニフォームの大阪朝鮮。徳光さん、はい、大阪朝鮮なんですが、10番のキム・ウォンギが用意をしていたんですが、はい、急遽11番のキム・ヨンリョンが入ります。キム・ウォンギはこの風でですね、コンタクトレンズをちょっとなくしてしまったようなんですね。そうですか。11番のキム・ヨンリョンが入りそうです。あ、なるほど、風はこんなところにも影響するんですね。そうですね、コンタクトレンズを飛ばしてしまう、そういう風が吹いているという今日の市原市臨海競技場です。交代選手をあえて変えることにしました。こちらが4番のアンテソンキャプテンです。カン監督の絶大な信頼を置かれている選手。カン監督は今年は何といってもアンテソンのチームだ、そう言います。良いキャプテンに恵まれた、
6年間で努力というお手本を見せる選手がキャプテンになったのは初めて。そう菅監督は言います。チーム内で仮に揉め事が起きても全部アン選手に任せているそうです。それだけ信頼を置かれているが、さあ国見高校チャンスだ。11番の田中正勝、小さなパスを出してシュートを打った。これはディフェンダーよく守った。8番中川のシュートです。そしてここで選手の交代です。大阪朝鮮は2人目の選手の交代。2トップの1人張ヨンジに変えまして、11番のキム・ヨンリョンを出します。11番のキム・ヨンリョンが出てきました。さあ国見高校のスローインです。9番のパクチソン、こちらがスーパーサブ。今日は得点はあるんでしょうか。さあ国見高校がもう一度右に出して中央に入れる田中伸也が待っているが、その前には当たらない。もう一度前線出します。パクチソン、ディフェンスラインの裏を狙ってくる。さあ国見高校チャンスだ。これはオフサイドだ。オフサイドです。あ、今のはあまり高くないボールで、ライナー性の、そうでしたね。うまく使いましたけど ね。今2人いました。そのうちの1人が10番の田中伸也、飛び込んでいったんですが、わずかにオフサイド。惜しいチャンスでした。さあ後半も28分を経過、残り10分余りとなりました。さあパクチソン、この選手がスーパーサブ。パクチソン後ろに下げて、リャンテウンか、中央にはもうリャンジョンソンが待っている。そのリャンジョンソンか、後ろリャンジョンソンが競っていきました。しかしここはキーパー町田がキャッチ。徳光さん、はい、大阪朝鮮ベンチなんですが、変わったキム・ヨンリョンに対しては相手ディフェンダーの背後をつけという指示が盛んに出ています。なるほど。キム・ヨンリョン、こちらカン・ミンシン監督ですね。キム・ヨンリョンは大阪の決勝では右サイドにいた選手です。あるいは右サイドバックもできます。1回戦は怪我の関係で応援席の方にいました。ベンチに入ることはできませんでした。さあ今日はサブのメンバーとして途中から出場。11番のキム・ヨンリョン、ディフェンスラインの裏を突くことができるか。ヤン・ジョンソンからそのキム・ヨンリョン、タッチを割ります。手元の時計では間もなく後半の30分が経過しようとしています。両チーム得点がありません。徳光さん、はい、国見高校の応援席なんですが、今年から国見高校に赴任した体育の先生もこのスタンドで応援しています。はい、竹島ひとみ先生という女性の先生なんですが、小峰監督、校長先生としてどんな方ですかと伺いましたら、はい、負けず嫌いで温かい方、朝一番で誰よりも早くグラウンドに行く姿に、非常に感激しましたという話、こちらの女性です。はい、こんなコメントをくれました。なるほど。初めてのこの全国大会での応援、非常に私も緊張してきました。こんなコメントもありました。国見高校の応援席、新任の先生、まあ、朝国見高校は練習ありますからね。ありますね。小峰総監督も顔を出していらっしゃいますし、はい、朝早いんだな。そうなんです。国見高校の練習は朝6時10分からもう練習が始まります。ミニゲームなどを中心とした練習、ここでお互いにアイデアを絞ります。ドリブルが好きな選手はここで徹底的にドリブルを練習します。その朝練習にも顔を出す国見高校の小峰忠俊総監督、そして校長です。右サイドをえぐります。11番裏をえぐれというふうに指示が出ていた11番のキム・ヨンリョンです。コーナーになりましたね。コーナーキックです。さあ残り10分を切ったところで後半2本目のコーナーキック、大阪朝鮮。さあ試合は動くんでしょうか。大阪朝鮮先制点のチャンス。パクチソンはファーサイド。まあ、こういう拮抗したですねゲーム、そして時間帯を考えれば、本当にこのセットプレーはね、これからのセットプレーというのは大事ですよね。そうですね。さあここは緊張の糸を緩めるわけにはいきません。黄色と青のユニフォーム国見高校、小峰忠俊総監督を国立競技場で胴上げしたい。戦後最多7度目の選手権優勝を狙う国見高校、ここはピンチとしてしのぎたい。応援します。じっと思わず見つめてしまう選手もいる大阪朝鮮の応援席。ニアサイド足で触る、ペナルティーエリアからかき出しますが、もう一度組み立て直しそうだ。パクチェソン浮かせて、ここでヘッドで競ったのは国見高校の選手だ。5番のキムユサ、さあここにいたのは9番のパクチソンですが、ファウルがあって
国見高校のフリーキック早いリスタートです。さあ8番の中川が右サイドに入っているがここには当たらない。もう一度中盤で拾う。あ、中盤ちょっとスペースができています。19番の日野から右サイドを狙います。8番の中川、この選手が中川です。14番中筋はファーサイド、その中筋惜しい。いや、今は10番の田中信也か。これが国見高校4本目のシュート。11番田中正勝でした。あ、14番の中筋、そして11番田中正勝が待っていました。あ、ここ、うん、決定的な場面でしたね。そうですね、放送席フリーでしたからね、はい、思わず両手を振り下ろして悔しがった小峰総監督です。あ、そしてまだ立ち上がったままの小峰忠俊総監督です。そして腕組みをしました小峰忠俊総監督。コーチングスタッフも立ちっぱなしです。うん、今のシーンまだちょっと余韻が残っているような国見ベンチです。さあ、もう一度国見高校が攻めます。グラウンダーのボール、これは2番のパクチェソンがカットする。パクチェソンから前線へ、しかしここに選手はいません。放送席徳光さん、はい、そして国見はですね、10番の田中慎也、11番の田中正勝、スピードあるこの2人に、うん、チームがボールを奪ったらとにかく前線のスペースに走り込め、そんな指示が出ています。さあ、その 前線のスペースにこうかき回していきたいという俊足フォワード11番田中正勝がいます。その11番田中正勝、実は今大会ではプレスを前線からどん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 かけていきたいと話していました。というのも去年敗れた準決勝の鹿児島実業戦、ハーフウェイ付近ラインから風に乗って、今日みたいな強い風の日でした、ロングシュートを決められるシーンがありましたが、実はそのキッカーの目の前にいたのが田中正勝でした。さあ、パクチソン、大阪挑戦チャンス、パクチソンからシュート、ゴールのところでシュート、ゴール、先制点は大阪挑戦。後半33分、14番ヤンテウンのシュート、キーパー松田が弾いたところ、ヤンテウンが詰めていました。33分に試合は動いた。大阪挑戦、ヤンテウン今大会2得点目。さあ、国見高校ピンチだ。国見高校、選手権7度目の V に向けて黄色信号が灯り始めた。さあ、この場面です。ああ、これシュートもね、空いているスペースの方に、まあ、その前にこのパクソンですよね、えぐってて、はい、相手を引きつけて引きつけて、まあ、シュート、そのこぼれ球、まあ、最後の、ね、シュートも良かったですけども、はい、やっぱこの辺連動性が出てきましたね。あ、なるほど。あの、パクチソンは本当に足元もいいという話を高木さんもされていましたが、ね、あそこはキープして ね、ボールを取られないようにしてペナルティーエリアえぐってって、はい、そしてシンプルなパス、シュート、こぼれ球詰めていってシュート、これで1点を先制しました大阪挑戦。あ、こちら国見高校のベンチです。後半35分を経過しました。残り5分を切っています。失点の習慣、小峰総監督なんですが、はい、思わず眉間にシワを寄せましたね。そしてすぐに切り替えを早くするんだという指示を与えました。なるほど。ただまだあと5分ありますからね。そうですね、まだまだ分からないと思いますよね、はい。さあ、国見高校、小峰忠俊総監督、今年で60歳。さあ、しかしまだ同点のチャンスがあるぞ。中にボールを入れる、このこぼれ球、14番中筋、中筋から前にボールを出したいところ、田中がいるが、もう一度後ろからディフェンスラインの裏を狙ってきた8番の中川です。高速ドリブルの中川、さあ、その中川から、お、1人かわすが、あー、ゴールライン割って、しかしディフェンダーに当たったコーナーキック、これが後半2本目のコーナーキックになります、国見高校。さあ、まだ時間は4分あります。まだ4分ある。ディフェンダーも上がります。どこを狙ってくるか、ファーサイド、いや、ニアだ。大きくクリアします大阪挑戦。最初に触りたかった国見なんですけれども、タッチ終わりました。キャプテン中川です。立ちっぱなしの小峰忠俊総監督、今年60歳、教員生活としては定年退職の年、来年度以降も指導は決まっているんですが、国見高校で指導を取るんですが、しかし最後の節目の年、なんとか優勝で飾ってあげたい、それが国見イレブンの思いです。左サイド7番の田川、田川が、しかしこれがクロスボールを入れられない。さあ、逆にチャンスになった。白いユニフォーム大阪挑戦、19番ランジョンソン、そして9番パクチソンもプレスをかける。そしてリャンテウン、今日得点を取ったリャンテウン、さらに後ろから、うん、プレスが速い。
ルーズボールにはどんどん詰めていきます。白いユニフォーム大阪朝鮮、あの大阪朝鮮の方がですねやっぱり出足が良くなりましたね。そうですね、本当に厳しい時間帯だと思いますけど、一つ一つのボールに対しての寄せがねやっぱり早くなって、国見がやっぱ思うようにボールが蹴れなくなってますね。そうですね、さあ国見高校ここはもうある程度ボールを持つことができるパクチゾン、パクチゾンボールを持つことができますから、このようにずっと時間を消費していきます。しかも大阪朝鮮のフリーキックです。ここはなんとかしのいでカウンターに出たい風下の国見高校です。まずはここは失点を防ぐことですね。まあそうですね、はい、この時間で万が一国見高校2点目を取られると決定的な2点目になってしまいます。キーパー町田大きな声をかけます。中央に出してくるキーパー正面です。さあここからだ、長崎国見ここから残り2分を切りました。1対0大阪朝鮮が1点リード。試合は後半33分に動きました。ドリブラー中川から中にボールを出す、さあチャンスだ、田中打てるか、シュートは打てないか、わー惜しい、コーナーキックだ、コーナーキック、11番田中正勝チャンスを作りました。手元の時計では残り1分30秒です。まだ時間もあります。1対0 1点差、国見高校チャンス、大阪朝鮮ピンチ、中央へ曲がるボール、パクチソンがクリアします。さあこれを国見高校がもう一度長いボールを入れようとするが、クロスよくかけた、キーパーが出てきます。町田前線へ送ろうとしています。さあ国見高校4番の渡辺美月、そしてディフェンスラインの裏14番のリアンテウン、今日先制点を挙げたリアンテウン、プレスをかけます。国見高校上昇サッカーチームを作るまで残り1分を切りました。サッカーの用具のないところからスタート、小峰忠俊総監督自らバスを運転しての遠征などなど、日本一になるためには努力を惜しみませんでした。最初に赴任した島原商業では12回選手権に出場、ベスト8まで導いた後、昭和59年に国見高校に転任しますが、その転任した年に教え子だった島原商業イレブンが選手権で初優勝、応援席からその晴れ姿を見つめていました。その2年後国見は選手権初出場でいきなり準優勝、その後国見は選手権で一度も初戦で敗れたことはありません。これまでスペインリーグ大久保嘉人やオランダリーグ平山颯太をはじめとして数々の J リーガーなどを送り出してきました。ここで今選手が倒れています。手元の時計ではまもなく40分が経過しようとしています。残り時間がなくなってきました。今手元の時計で40分を過ぎました。1対0国見が1点リードを許しています。大阪朝鮮のフリーキック5番の江島、さあ中盤ここからつなぎたい風下の国見、ヘッドでスラス、11番田中正勝、右に挟く中川がいる、ここから前線へ大きなボール、14番中筋がいる、中筋触ることができない、もう一度シュート打ってた田川、7番の田川浮かせたボール、これが戻されます。もう一度19番の日野、タッチを割るか、割りそうです。さあここで大阪朝鮮3人目の選手交代です。リャン・ジョンソンに代わってキム・ウォンギが入ります。はい、19番のリャン・ジョンソンに代えてフォワードの10番キム・ウォンギ、風でコンタクトレンズが一時落としてなくなってしまったといって交代が一時遅らされていました。10番のキム・ウォンギが投入されました。ロスタイムは2分です。まだ2分ある。国見高校なんとか前に攻めたい。4番の渡辺美月、さあ大阪朝鮮逆にチャンスだ。3番の浦田、これがなかなか前に運べない。国見高校パクチソン中にボールを入れます。ここから大きく前線にいつもならフィードボールになるんですが風で戻されます。国見高校中筋も足元にボールが収まらない。4番渡辺美月、お兄さん2人とも国見高校の出身、選手権で大活躍でした。さあ3回戦ファウルがあって、あ大阪朝鮮のフリーキックです。ロスタイムは2分、ロスタイム手元時計ではあと1分あるかないか。ロスタイム2分というのは2分から2分59秒目安の時間です。さあここはしのぎたい、しのいでカウンターに出たい。大阪朝鮮は決定的な得点を挙げるチャンス。フリーキックです。蹴るのは
13番キムチュンファ、パクチソンファーサイド、大きくクロスバーの上を越えていきました。さあ急ぎたい国見高校、ロスタイム2分を手元の時計で経過しました。1対0大阪朝鮮がリードしている。国見リードを許している。ここでタイムアップ、初の3連勝で1対0私立大阪朝鮮高級学校準々決勝進出。しかもあの王者国見を破ってのベスト8入りです。大阪代表としては63回大会の北陽以来実に21年ぶりのベスト8進出。一方国見、小峰総監督が教員として指揮を執る最後の年でしたが、3回戦での敗退。国見が3回戦で敗れたのは76回大会で東福岡に敗れて以来8年ぶり。小峰総監督が教員として国見高校サッカー部に残した実績は選手権65勝14敗、優勝6回、準優勝ベスト4ともに3回、また島原商業時代を含めると76勝26敗でした。さあ非常に風に翻弄されたこの3回戦でした。振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、両チームとも本当に難しいね、あのゲームだったと思いますよ。でその中でやはり前半ですよね、大阪朝鮮は国見の攻撃を止めた、それが今日の大きな勝因ではないでしょうかね。まあ、惜しいシーンがね、10番の田中伸也のヘディングシュートなんていうのもあったんですけれども、はい、なかなかゴールネットを揺らすことができませんでした。やはりまあ、ね、本当にその中で風が強い中でですね、やっぱり判断と、まあ、そういった、正確なプレーが要求される状況の中でですね、まあ、両チームとも本当によくやったと思いますよ。特にその判断、守備においてのその判断の部分で本当に良かったと思います。なるほど。放送席、放送席、国見高校に勝ちました大阪朝鮮、菅民志監督です。いやー、また歴史を一つ作りましたね。ありがとうございます。今日の試合振り返ってどんな戦いでしたか。いや本当前半は、ね、風下だったんで、まず我慢、0点で乗り切るっていうこと、後半になったら絶対にこっちがチャンスが生まれるんで、まず我慢しようということで、はい、苦しい戦いだったと思いますけれども、国見高校は相手ということで試合前はどういう気持ちで臨んだんですか。そうですね、昨日の岐阜工業もそうですけども、やはり伝統校なんで、本当伝統校に勝って、昨日言ったんですけども、本当伝統校に勝って新しい伝説を作れって、言って送り出しました。さあ監督、ベスト8です、抱負を聞かせてください。本当自分自身にとっても本当未体験な、ゾーンになんで、本当在日同胞の、代表だけじゃなく大阪、代表として、自信と誇りを持って、戦って、国立目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。菅監督でした。続きまして決勝点を挙げましたリャン・テウン選手です。ナイスゴール。ありがとうございます。あのゴールを決めた瞬間というのはどんな気持ちだったんですか。もう頭真っ白。今も頭真っ白ですか。はい。国見に勝ちましたよ。国見も強いのでやっぱ勝てて嬉しいです。ベスト8、明日からも明後日以降も頑張ってください。はい、ありがとうございました。リャン・テウン選手でした。続きましてキャプテンのアンテソン選手です。おめでとうございます。今日は国見相手でしたけどどんな気持ちで臨んだんですか。そうですね、やっぱり、もう本当、国見ということでもう気持ち高ぶりましたし、本当3年生がね、本当もう一回心一つにして戦おうということで、こういう結果になってありがとう、よかったと思います。リャン・テウン選手がゴールを決めた瞬間、キャプテン気持ちどんな気持ちになりました。そうですね、テウンは初戦の前に僕にちょっとチームのためにちょっと力になれればちょっと恩返しをしたいなって言ってたんで、昨日今日と得点決めてくれて本当に良かったです。さあベスト8です、この後も頑張ってください。そうですね、あと一勝国立なんで、国立目指して本当謙虚な姿勢で頑張りたいと思います。おめでとうございました。キャプテンのアンテソン選手でした。非常に喜びあふれる、そしてあまりの嬉しさに頭が真っ白というコメントもありました。大阪朝鮮の勝利インタビューでした。さあ放送席、徳光さん、はい、一方の国見高校小峰タート総監督なんですが、試合終了の瞬間一つ深呼吸をして、そして静かに腕組みをしました。
その表情にはですね、サッカーの面白さ、そして選手権の難しさ、いろんなことをかみしめているような表情でした。以上です。ご覧のように悔し涙がこぼれます。久美高校イレブンです。なんとか小峰忠俊総監督、最後の年に、定年退職としての最後の年に国立で胴上げをしたい、そういう思いだったんですけれども、大阪挑戦の前に